まあプラチナムにしろここにしろ入った女の子が崩れる事務所ってこういうところですよね。ほんまにガチで変な営業させますからね、女の子。それは僕ら女の子から泣きながら電話かけてて、すごい言われてるんで。だからプラチナムも今度一回こういう形で組んでやろうと思ってるんですけど、それこそプラチナムのマネージャーとかはホテルの前で降ろしてホテルの鍵渡して、どこどこのプロデューサー待ってるから行ってきてっていきなり入ったばかりの女の子に言うらしいんですよ。その子も、もこって逃げて、お母さんに電話して、もう事務所辞めたらしいんですけど、もう昔の芸能界のやり方ですよね。で、僕もともと、衛星プロダクションっていうのがあったんですよ。これまた、もう、業界用語というか何なんですけど。で、当時、衛星プロダクションって呼ばれてたのが、エンプロ、フィット、プラチナム、パワー M って事務所があったんですよ。で、このパワー M ちょっともう潰れちゃったんですけども、このパワー M で僕所属してマネージャーしてました。だからそこでミソノとか出会ってるんで。で、この事務所の役割っていうのは僕のイメージですよ。僕が見てて思ったのは、接待のためにいるタレントたちかなっていうイメージがありました。だからしょっちゅう会食がありました。誰々と会食、誰々と会食。しかも呼ばれる時間がおかしいんですよ。夜10時からとかなんですよ。会食やったら6時とかでいいでしょ、7時とか。だいたい夜から夜中までかかって飲みまで連れていかれるケースが多かったですね、見てると。だから、なんかこうプラチナムにしても、僕はイメージ的には、あ、接待事務所やなっていうイメージが強いです。すごく強いです。プラチナムは闇深いんで、またちゃんと話しますけど。で、もちろんエンプロとかフィットとか。まあ、エンプロの遠藤社長は今多分、マネージャー室長になってるのかな、エベックスの。めっちゃお偉いさんになってますね。で、僕がお世話になった社長も、もう今芸能から多分退いてはると思います。だからやっぱり接待要員の女の子たちが売れていくのって、体張ってうまくいった場合に売れることしかないんですよ、多分。ほんまに売る子はそんなことで絶対使わないんで、各事務所。だから昔、もう今は多分なくなってると思いますけど、ライジングって事務所もやった時に、ライジングは、ライジングプロとライジングスターって事務所が分けられてたんですよ。で、ライジングプロの方にアムロちゃんとかがいました。で、スターの子たちは、もういわゆるタレントになりたい卵の子たちばっかりでしたね。で、その子たちが働いてるキャバクラも六本木でありました。まあ、それをライジングが経営したかどうかは僕は分かんないですけども。まあ、だからそれぐらいなんかこう事務所の中で差別化ははっきりされてます。